今日の問題はとても簡単なのだ。 1-1 を計算すると答えは0。 1-1+1 は1だね。さて次の問題は何？うわ、なんだこれは。そしてここは一体どこなのだ。ズンダモン、大丈夫？メタン、もしかして助けに来てくれたの？私が来たからにはもう安心よ。さあこの問題を一緒に解きましょう。よくわからないけどわかったのだ。さて問題として出てきたこの式だけど、なんだか不思議な感じがするわね。1から1を引く、そして1を足してから1を引く。これが無限に繰り返されているわ。ちょっと待って、メタン。よく見たらこの問題は大したことないのだ。え、どういうこと？最初の 1-1 をカッコでくくって、次の 1-1 もカッコでくくる。これを繰り返していくと結果は 0+0+…。つまり0となるのだ。素晴らしいわ、ズンダモン。と言いたいところだけど、もしその考え方が正しいとすればこうも考えられないかしら。まず最初の項はそのまま持ってきて、次に -1+1 をカッコでくくる、その次の -1+1 もカッコでくくる。これを繰り返していくと結果は 1+0+0+…。つまり1となるわ。あれ、今度は結果が1になった。さっきは0だったのに。つまりこの式は計算方法によって値が変わる、とても不思議な式だったんだね。ちょっと待ちなさい、このまま終わらせるわけにはいかない。何が起こったのかちゃんと考えましょう。この問題は級数、つまり無限和の値をちゃんと定義していないことが原因と言えるわ。ここでこのような無限和が与えられているとする。その値を計算するにはまず第 n 項までの部分和を考える。つまり a1 から an までの項を足し合わせた値のことね。そして部分和の項の数を増やしていく。つまり n を限りなく大きくしていく際に、部分和がある値 s に限りなく近づくとき、その近づく先の値 s を無限和の値と定義するのだった。つまり無限和の値とは部分和の極限のことだったわね。そういえばそんなのあったかも。すっかり忘れていたのだ。ではさっきの問題に戻りましょう。この無限和の部分和を計算すると、まず第1項までの部分和は1、第2項までの部分和は0、第3項までの部分和は1、第4項までの部分和は0、というふうに続いていくわね。したがって項を増やしていくと、部分和は0と1の値を交互に取るから、無限和は振動し収束しない。つまり答えはないってこと？じゃあ一体どうすればいいのだ？振動するというのも一つの答えではあるけども、あ、気をつけて、何か嫌な予感がするわ。なんだって？うわ、これは、これはチェザロ平均。メタン、君は一体？それでは説明しましょう。第1項までの部分和から第 n 項までの部分和を足し、その結果を n で割る。つまりここでは n 個の部分和の平均を取っていると言える。これを部分和のチェザロ平均というわ。チェザロ平均は部分和の列に限らず一般の数列に対して考えられるけど、ここでは特に部分和のチェザロ平均を考えることにしましょう。部分和の平均なんて考えて一体何の役に立つのだ？まあ見てなさい、無限和の値とは部分和の極限のことだったわね。ここで部分和がある値 s に収束すると仮定すると、実はチェザロ平均の極限も同じ値に収束するわ。え、そうなんだ。なんでそうなるんだろう？ちゃんとした証明は難しいので、ここでは直感的に説明するわね。横軸に n を取り、各部分和の値をプロットしていく。 s1 はここ、 s2 はここというふうに続いていき、部分和がこの辺りに収束すると仮定しましょう。つまりこれが無限和の値ということね。さてチェザロ平均とは部分和の平均のことだった。つまり直感的に言えばチェザロ平均の極限とはこれらの無限個の部分和の平均を取るということになる。無限個の平均を取るから最初の方は無視できるので、その値は部分和の極限に一致するということになるわね。へえ、そうなんだ。これでそれぞれの極限が一致することが分かったかしら。このチェザロ平均の極限はチェザロ和と呼ばれており、実は部分和の極限が収束しないとしてもそのチェザロ和は収束することがあり得る。え、そうなの？なんか不思議なのだ。この意味でチェザロ和は無限和の値を拡張して考えたものと言えるわ。
それじゃあさっきの問題の式のチェザロアを計算してみるのだ。確か問題の式はこんな感じだったね。まず無限和の括弧を抜き出してみよう。するとこんな感じに1と -1 が交互に並ぶのだ。次に部分和を計算すると、第1項までの部分和は1、第2項までの部分和は0、以降も1と0が続くんだったね。さてこれだけだと部分和が振動してしまうけど、部分和のチェザロ平均を考えよう。第 n 項までの部分和を第 n 部分和と呼ぶことにすると、第1部分和までの平均はもちろん1なのだ。第2部分和までの平均は1/2。分子の1は1と0を足した結果だね。第3部分和までの平均は2/3。分子の2は1と0と1を足した結果なのだ。以降も同じように2/4。そして3/5と続いていくね。よくやったわ、積んだもん。それでチェザロアとはチェザロ平均の極限のことだったけど、このチェザロ平均ってどこかに収束するのかな。まあ一見わかりにくいわよね。偶数番目と奇数番目に分けて考えたらどうかな。偶数番目のチェザロ平均は常に2/2になってそうだね。奇数番目のチェザロ平均はちょっとよくわからないからひとまず取り出してみよう。奇数番目のチェザロ平均を取り出すとこんな感じになってるのだ。これは自然数形を使うとこういう式で表せるね。さてこの式を変形して分子と分母を k で割るとこうなるから、 k を無限大に飛ばすと2/2に収束するのだ。それで良さそうね。結局奇数番目は2/1に収束するし、偶数番目は常に2/1だからチェザロ平均は2/1に収束するので、問題の答えはこのようになる。ただしここの等号は左辺のチェザロは和右辺であるという意味ね。なんだか奇妙な等式なのだ。まあでも普通に計算すると0と1の値を交互に取るから、0と1の間を取って答えが2/1になるのはある意味納得できるかも。さて一つ目の問題は答えが出たわね。一つ目？次の問題に行くわよ。まだあったの？二つ目の問題はこちらです。はあ、丁寧にどうも。あれ？これはなんかさっきの問題に似てるね。まあとりあえず計算してみようか。さっきと同じように一旦括弧を取り出しておこう。するとこんな感じになるね。では部分和を計算していくと、まず第1部分和は1をそのまま持ってきて、第2部分和は1と -2 を足して -1、 第3部分和はさらに3を足して2、第4部分和はここから4を引いて -2 という感じに続いていくね。やっぱり部分和は収束しないみたいだけど、どうせチェザロ和を計算すれば答えが出るのだ。というわけでチェザロ平均を考えると、第1部分和までの平均は1/1、第2部分和までの平均は2/0、第3部分和までの平均は3/2だね。以降も同様なのだ。ここからどうするんだっけ。偶数番目と奇数番目に分けて考えるのが良さそうね。そうだった。偶数番目のチェザロ平均は常に0になってるのだ。奇数番目のチェザロ平均は、あれ？なんかこれさっき見た形になってる。これって確か2/1に収束するんじゃなかったっけ。となると奇数番目のチェザロ平均は2/1に近づいて、偶数番目のチェザロ平均は0だから、これってチェザロ平均が収束しない、つまりチェザロアが計算できないのだ。ふむふむ、手こずっているようね。でもあと一歩のところまで来てるんじゃないかな。そうなの？もう一度チェザロ平均を取ってみて。もう一度チェザロ平均を取る？それってつまりチェザロ平均のチェザロ平均を計算するってこと？なんだかわけがわからないのだ。いや待てよ、これってもしかして0と2/1の間を取って4/4に収束するのかな。確かにそうなるわね。厳密な証明は読者の方に委ねるとしましょう。なんか数学の本にたまに書いてるやつだ。というわけで問題の答えはこのようになったわ。ただしここの等号はチェザロ和の計算法を2回繰り返したもの。正確にはチェザロ平均のチェザロ平均の極限を取るとこうなるという意味ね。なんだかすごく頑張ってひねり出した答えという気もするけど、とにかく答えが出したのだ。実は今回の問題には興味深い別解があるので紹介しましょう。これは等比級数の公式として知られていて、 x の絶対値が1未満の時に収束するわ。ここで
をマイナス x に置き換えると次のような等式が得られるわね。さて、x が1より小さい値を取りながら1に近づくとしましょう。x の絶対値は1未満だから、その内部から境界に近づけるということだね。そういうことになるわね。ここでとりあえず左辺は形式的に x を1に置き換えて、右辺は x を1に近づけると答えは2分の1となる。おう、これは最初に出た問題のチザロワと同じ答えなのだ。このようにべき級数の変数を1に近づけて計算した無限和の値をアーベル和というわ。もう一つ例を見てみましょう。さっきと同様に等比級数の和の公式から始めるんだけど、今度は最初に両辺を微分しましょう。左辺を項別微分すると定数項は消えて、一次の項は定数になり、二次の項を微分するとこうなる。三次の項はこんな感じになるわね。以降も同様に続いていく。一方、右辺を微分すると説明は省略するけど結果はこのようになるわ。なんか説明が雑なのだ。ちなみに項別微分しても収束半径は変わらない。つまり x の絶対値が1未満ならばこの等式が成り立つので安心してね。さて、ここで x をマイナス x に置き換えるとこのような等式が得られる。さっきと同じやり方なのだ。ここで再び x が1より小さい値を取りながら1に近づくとしましょう。左辺では形式的に x を1に置き換えて、右辺では x を1に近づければいい。すると結果は4分の1となるわね。おう、これも2つ目の問題と同じ結果になったのだ。いいところに気がついたわね。ちなみにチェザロワが収束するならば、アーベルワも同じ値に収束するということが知られているわ。アーベルワって強いのだ。無限和の値の定義って一つしかないと思ってたけど、実はいろいろあるんだね。いろいろな方法があって面白いわね。それでは皆さん、ごきげんよう。ではまた。